アメリカンフットボール。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。それに魅了された友が、巨漢が、悪漢が集まり奮闘し、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のために一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のような物語がありました。今ここにその世界が生まれようとしています。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここに再現されようとしています。もしかするとここから世界は劇的に動き変わるのかもしれません。皆様こんにちは、道楽やりちゃです。令和5年11月5日、場所は神戸王子スタジアムにて、2023 X3 リーグ第4節ショーウェイブレザーズ対トライサーズの一戦がまもなく行われます。試合開始13時40分キックオフ予定です。現在その試合に先立ちまして、両チーム試合開始前のウォームアップを終えたところです。両チームのご紹介をさせていただきます。本日はメインスタンド側手前側にありますホームチームのホームカラーであります、 ブルーのユニフォームをまとっておりますのがショーウェイブレザーズです。創部は1975年と歴史あります。かつては社会人一部、現在の X1 に相当するレベルでも活躍しておりました。しかし長年の戦いの中で多くの新興チームの煽りを受け、現在は X3 に甘んじる状況が長く続いていた状況にもありました。しかしその中におきまして、近年大幅に選手の補強に成功しまして、昨シーズン見事に復活、 X3 制覇を成し遂げました。しかし入れ替え戦は惜しくも涙を飲みまして、今シーズンも X3 の状況にありますが、後ほどご紹介いたしますが、今季 X リーグ大きな変革を受け、得る形になっております。これにより X3 チームの多くのチームが X2 に昇格できるビッグチャンスを得られる形になりました。この機逃さずと、今季さらに、果たせなかった X2 の壁を乗り越えんと躍進を遂げております。対しまして反対側に陣取っておりますのが、本日はアウェーという形になり、ホワイトのユニフォームをまとっていますのがトライスターズです。こちらも歴史は古く1974年の創部です。アメリカンフットボールが好きな愛好家3人が集まりまして、アシアトライスターズとして発足しましたのがその起こりとなっています。その当時はプライベートリーグ、現在の JPFF に所属しておりました。その後チームメンバーの大きな変革に伴いまして X リーグ参戦を果たし、長く X リーグで活躍しております。ノンスポンサーのためなかなか資金的に厳しい状況ながら、アメリカンフットボールの在外の普及、発展に努め、さらには病室とフィールドをつなぐホスピタルフットボールにも活動に参加し、多くの方々にアメリカンフットボールを知っていただこうと幅広く普及を進めております、クラブチームになっております。この両チームによる一戦がまもなく行われます。試合開始までしばらくお待ちください。本日の配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現いたしました。この企画にご賛同くださいました多くの企業様、そして個人の方々のご支援ご寄付によりまして、この企画は実現となりました。そのご厚情大変感謝申し上げます。この企画が成り立ちましたことによりまして、会場にお越したことがかなわないご病気をお持ちの方や遠方地におられてこの会場に思うこともできない方々にも、この試合をご覧いただくことが可能となりました。できる限りアメリカンフットボールを多くの方々に広めたいという X2 ウエスト、X3 ウエストのその気概をぜひ皆様ご賛同くださいますようご協力よろしくお願い申し上げます。
さあ審判団が両チームの首脳陣をフィールドに招き入れまして、これよりコイントスに入ります。両チームのキャプテン、バイスキャプテン、審判団によるコイントスが行われております。現時点この両チームの戦績は非常に対照的にあります。昭栄ブラザーズは今季こそ昇格戦と現在は3戦全勝を貫いております。対しまして反対側トライスターズは苦戦にありまして、その煽りを受けてか現時点では白星がありません。この状況でトライスターズはなんとかこの強敵相手に、白星あげんと気概に上がっております。しかし昭栄も何としても昨年果たせなかった X2 昇格旗さんとこの一戦を取りこぼさんと気合が入っております。今季の X3 は大きな変革の年となりました。来季 X リーグ大きく X1 から3まで含めてリーグ編成が変わる形になります。この結果今季 X3 は、ウエストのチーム13チームが2ブロックに分かれてリーグ戦を行い、1チームであります大阪府警が不参加のため12チームによる編成が行われておりますが、来季このうちの上位3チームブロック上位3チームが自動的に X2 に上がれるという非常に大きな年になりました。つまり6チームのうちの3チーム勝ち越しというのが条件になります。勝ち越せば入れ替え戦なく X2 に上がれるという非常に、大きな年となりました。今シーズンは全てのチームにとってまたとないチャンスとなっております。これをものにせんとリーグ戦も非常に活況にありましたが、そのリーグ戦もいよいよ折り返しの第4節を迎えております。さあその引きこもを、その、未来、来期において大きく展望が変わります一戦、これから始まります。ぜひご注目ください。コイントスの結果、トライスターズキックオフ、昭栄ブレザーズリターンで試合が始まります。この試合は1クォーター10分の正式形式で行います。昭栄としてはその勝ち越しの条件となる3勝は確保しておりますが、相星になった場合などを考えますともう1勝しまして X2 昇格を確定としたいところの一戦となります。さあ両チームフィールドに散りまして間もなく試合開始となります。試合はトライスターズのキックオフで始まる形になります。キックオフを務めますトライスターズのキックオフキッカーは13番の中塚です。森の宮医療大学出身のプレイヤーです。大学時代、学生時代、アメリカンフットボールを未経験の選手が X リーグで活躍しております。それに対して昭栄はリターナーを2枚配置しております。このキックはサイドラインを割りまして外へ出ました。反則という形になります。キックオフのボールはサイドラインを割ってはいけません。この場合はそのボールが出ました地点から5ヤード下がった位置の攻撃を得るか、あるいは5ヤード下げて蹴り直すか、あるいは30ヤードペナルティで自陣35ヤード間の攻撃を昭栄は選べますが、昭栄はどうやら5ヤード下げて再度キックオフをする形を選択しました。下がりまして5ヤード下がりまして昭栄、失礼しました、トライスターズ自陣30ヤード下のキックオフで試合開始となります。昭栄今度はリターンに入ります。まだ行きます。さあどこまで返すか、前が空いた、振り切るか、ギリギリで出ました。しかしビッグリターン、
リターナー6番、このキックオフをリターンしまして右サイドライン際に入りました。味方ブロックを生かしまして一気に独走、相手を大きく振りほどくように相手陣10ヤードを超えたところまでのビッグリターンを決めました。この位置から翔英の攻撃に変わります。素晴らしいリターンを決めましたのは翔英ブレザーズ6番の高倉でした。近畿大学出身です。さあ非常に良い位置から攻撃を展開する形になりました翔英ブレザーズ。ボールオン相手陣5ヤードという非常に絶好の位置からの攻撃です。エンドゾーンまで残り5ヤードの状況からの攻撃に入ります。翔英ファーストアンドゥーゴール。翔英タッチダウン。ここで翔英ファーストプレーでクォーターバックに入っておりました32番がそのままスナップを受けて中央突破、一気にそのままエンドゾーンに飛び込んでタッチダウンです。翔英なんとキックオフ含めますと2プレーでタッチダウンを上げる形になりました。6点獲得です。見事タッチダウンしましたな翔英ブレザーズ32番の野田、近畿大学出身です。そしてこのトライフォーポイント決まりまして、失礼しました、トライフォーポイントは失敗となりました。6点止まりです。翔英ブレザーズ6点、トライスターズ0点。しかし翔英まず先制となります。タッチダウンで試合の主導権を取りました。アメリカンフットボールは得点パターン大きく分けると2通りです。ボールをエンドゾーンに持ち込むタッチダウン、プレースキックをゴールポストに蹴り込むフィールドゴールです。フィールドゴールですと3点、タッチダウンですと6点が入ります。さらにタッチダウンはその後にワンプレーがあり、そのワンプレーでキックを決めると1点、ボールをエンドゾーンに持ち込むと2点、さらに加点となります。これ以外ですと自分たちのエンドゾーンで倒された場合のセーフティー、自殺点があります。この場合は2点です。アメリカンフットボールはこの場合ワンプレーでの得点パターンは2点、3点、6点、7点、8点の5通りとなり、この組み合わせによる足し算によって引き分けが起こりにくい得点構造になっています。そしてアメリカンフットボールは得点が上げた側のキックオフで試合再開となります。ラグビーとは違い、得点を上げた側がキックオフし、失点した側が次の反撃の機会を得やすい形になっています。さあトライサーズ反撃に入ります。果敢にもリターンを右オープンに展開しようとし、18番自陣30ヤード付近の攻撃位置を得ます。ここからがトライサーズの攻撃に変わります。アメリカンフットボールは攻撃と守備に分かれて行う競技です。ボールを持った選手が倒れるまでを攻撃1回とします。ファーストダウン、セカンドダウン、サードダウン、フォースダウンとその回数を表し、4回の攻撃圏のうちに10ヤードを前進するか、その過程で相手陣地にある奥深くにある得点エリア、エンドゾーンを目指します。まずトライサーズの攻撃に入ります。トライサーズボールオン自陣29ヤードからの攻撃、トライサーズファーストダウン10、1回目の攻撃に入ります。攻撃圏更新必要距離は10ヤード。まずパスから入りました。オフェンスが一度だけ開始点より後方からできる前パスをまずクォーターバック21番、ワイドレシーバー18番に通しまして5ヤード前進しています。倒された地点までが前進距離となります。従いましてトライサーズ次は2回目の攻撃に入ります。パスを投じましたのはクォーターバック21番の木田、三田小生高校出身、取りました18番は勝山、天理大学出身のプレイヤーです。トライサーズセカンドダウン5、2回目の攻撃です。攻撃圏更新必要距離は5ヤード。ここでランニング枠41番にトスしまして左オープンへのランプレーを展開しようとしました。しかし翔英のディフェンス陣40番、殺到しましてこのランを阻止しております。約1ヤードロスに変えました。アメリカンフットボールは前進をゲイン、後退をロスと表現します。トライサーズ下がりまして自陣33ヤードからサードダウン6、3回目の攻撃で攻撃権更新必要距離6ヤードとなります。さあこの6ヤード突破なるでしょうか。
ここでトライスターズはオプションプレーを展開しました。オプションプレーはクォーターバックが持つかランニングバックに託すかの選択プレーです。ここはクォーターバックが自らキープを選択しました。しかし攻撃権更新には至っておりません。フォースダウンに変わります。さあその最後の攻撃権となります。フォースダウンどうするでしょうか。トライスターズフォーメーションを変えます。パントフォーメーションを取りました。パントはキックによる攻撃放棄となるプレーです。しかしそのキック力による陣地挽回を図ります。パンターは13番が入っています。ここでトラブルが発生しました。パンターへラインから投げ出すスナップの際にスナッパーボールがコントロールできずショートバウンドする形になりました。結果的にパンターこれを確保することができず大きく後退する形になりました。結果的にトライスターズ後ろに下がる形で攻撃譲渡となりまして攻守交代です。攻撃権は翔英に変わります。パントはキックによって大きく陣地を挽回できるプレーではありますが、しかしミスがありますと大きな後退を招きます。今回はそれが裏目に出る形になりました。さあ翔英はチャンスです。ボールオン相手陣18ヤードからの攻撃。翔英ファーストダウン10。ここで翔英はジェットモーションスイープを展開しました。ジェットモーションとはレシーバーバックス1人だけ動かすことができるオフェンスの選手を動かすモーションを使いましてトップスピードでランニングバックに、ボールを持たせつかせるランプレーです。勢いに乗り左オープン展開を図りましたがこれはトライスターズ対応しノーゲインとなっています。翔英陣地変わらず相手陣18ヤードからセカンドダウン10。2回目の攻撃に入ります。攻撃権更新必要距離は変わらず10ヤード。さあ今度は中央にランニングバックを突入させました。ハンドオフから密集点突破をランニングバック14番に託します。これはしかしトライスターズも踏ん張っております。ゲインは1ヤードにとどめております。さあ翔英サードダウン9の状況になりました。この3回目の攻撃で7ヤードの突破が求められております。さあこれを翔英どのようなプレーで突破するでしょうか。あるいはトライスターズこれを封じるでしょうか。パス成功ファスター。クォーターバック2番ここはパスプレーで突破を図りました。中央切れ込んでいたワイドレシーバー8番にパスを投じタックル受けながら8番これをキャッチして攻撃権更新です。翔英ブラザーズファスター。見事キャッチしましたのはワイドレシーバー8番のプレイヤーでした。8番の川端近畿大学出身。そこに投じましたクォーターバック2番は山西でした。こちらも近畿大学の出身のクォーターバックです。これにより翔英相手陣2ヤードの位置に攻め入っております。翔英ファーストダウン2ゴールに入りました。この4回の攻撃権でこの2ヤード突破を図ります。さあ中央ついたタッチャー。ここは確実に中央密集点をパワープレーでいきました。ランニング枠29番これに応えまして密集点に飛び込みましたタッチャー。翔英タッチダウンにより6点さらに加点することに成功しました。その期待に応えたランを決めましたがランニングバック29番の柏原でした。近畿大学出身です。そしてこのトライフォーポイントのキックは決めまして1点追加です。翔英ブザーズ13点、トライスターズ0点。翔英着実にタッチダウン重ねましてリードを広げる形に成功しました。
試合序盤から翔英がトライスターズのミスをつきまして着実に加点を重ねていっております。その翔英のキックオフで試合再開となります。トライスターズリターンに入った。ここに翔英のカバーが殺到しましてリターンはあまりできませんでした。トライスターズ自陣26ヤードからの攻撃に変わります。早速チャット欄のメッセージありがとうございます。19様守る頑張りのメッセージありがとうございます。おそらくはこの守るというのはトライスターズのクォーターバック21番木田選手を指していると思います。背番号からしましてはおそらく木田選手はもともとクォーターバックではなくランニングバックかレシーバーのポジションの選手だと思われます。チーム事情からクォーターバックをやっている形になっているでしょうが非常にそつなく展開していると思います。さあその木田選手のランプレーでまず最初のプレーを、展開しようとしました。しかしここは翔英許しません。このランプレーを1ヤードロスに変えています。ここは現在好調な翔英のディフェンスその勢いが現れたプレーといったところでしょうか。トライスターズセカンドダウンイレブン。さあ今度はダイブプレー。手前にいましたブロッカータイプの選手にボールを託しましてハンドオフ。オフェンスの中でも最も早く最もシンプルなダイブプレーで中央をつきました。キャリア5番タックルを受けながらこのランプレーによって約2ヤードほど返しています。キャリア5番は石塚大阪電機通信大学出身のプレイヤーです。トライスターズサードダウン9。さあここでどのようなプレーを投入するでしょうか。ここは翔英ナイスディフェンス。選択しましたのはオプションプレーでした。右オープンに展開したランニング枠にピッチし外をつかせんというところでしたがこれを翔英15番見事に対応しましてタックルし仕留めています。ノーゲインです。素晴らしいタックルを決めましたのは翔英ブラザーズ15番の奥田関西大学出身のプレイヤーです。トライスターズフォースダウンナインパントフォーメーションを選択します。このパントは右側に蹴り出す形になりまして翔英陣48ヤード付近で外へ出ました。この位置で攻守交代となります。トライスターズこのシリーズも残念ながらパントに変わりましたが少なくとも陣地を若干ですが押し返す形には成功しています。さあ翔英今度は自陣からの攻撃と変わりました。翔英自陣48ヤードからファーストダウン10。パス成功。さらにいきます。ナイスキャッチファーストダウン。クォーターバックではここは下がりましてワイドレシーバー10番にパスを投じました。10番これをキャッチしまして攻撃権更新です。翔英ブラザーズファーストダウン。見事キャッチしましたがワイドレシーバー10番の大倉です。近畿大学出身。クォーターバック2番の山西もパスが好調のようです。
翔英相手陣に入りましてのファーストアンテン。パス不成功。クォーターバック2番ハンドオフフェイクからパスを投じようと右に流れましたが、ここでディフェンスが殺到、急遽左側に反転しましてランフェイクからのパスを投じました。ターゲット5番、しかしオーバースローのためパス不成功となっています。しかし素晴らしいボディ部分を見せましたのはクォーターバック2番の山西でした。近畿大学出身。翔英相手陣30ヤードからセカンドアウト。まだ行きます。ナイスラン、ファースター。翔英ここで中央へのランプレーを投入しました。このランプレーの際にオフェンスラインも怒涜の津波のように前に前進しまして、ランニング枠19番17番一気に大きく更新しまして攻撃権更新です。翔英ブレザーズファースター。見事このオフェンスラインの期待に応えて攻撃権更新果たしましたのはランニング枠17番の安藤でした。早稲田大学出身。さあ勢いに乗っています翔英のオフェンス。ボールオンは相手陣10ヤードからファーストアンドゴール。ナイスラン、タッチダウン。ここでオプションプレーでランニング枠29番にピッチしました。29番左に展開しながら縦に切り上がり、素晴らしいステップでそのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。翔英6点追加となりました。見事なタッチダウンを決めましたのは29番の柏原でした。近畿大学出身。翔英トライフォーポイント。これをキッカー0番の田中見事に決めまして1点追加としています。翔英ブレザーズ20点、トライスターズ0点となっています。翔英ブレザーズさらに7点を追加。着実に得点を翔英が重ねていっております。本日の配信は X3 ウエスト X2 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。現在 YouTube をご覧のいた、皆様にお願いがございます。こちらの方内容にもしご不満ございませんでしたら、ぜひ高評価ボタンをお願いいたします。また可能でありましたらチャット欄のメッセージをお願いいたします。これらの書き込みそして高評価によりまして、この配信を今ご覧になられていない方々にもアメリカンフットボールの案内が行くような形になります。できる限りいろんな方々にアメリカンフットボールをご覧いただきたい思いでありますので、ぜひご協力お願い申し上げます。さあ試合再開となります。翔英のキックオフ。さあ今度は低い弾道のキックを蹴りました。これはトライスターズは自陣35ヤード付近で抑えております。この位置からの攻撃になります。さあ現在不利な状況にあるトライスターズですが、なんとかこのシリーズ得点に結びつけたいところではあります。ボールオンは自陣33ヤードの位置にあります。ここからの攻撃に期待しましょう。トライスターズ自陣33ヤードからファーストダウン10。インターセプトになっています。さあどこまで返すか。まだ行きます。前が空いている。タッチダウン。ここでトライスターズはパスプレーを投じましたが、この時にレシーバーとディフェンスの錯綜によりボールがチップして浮きました。点々とするボール、最終的に40番がキャッチ、そしてそのまま40番リターンに入り、味方をブロッカーにし右サイドライン独走、そのまま一気にエンドゾーンまで駆け込んでタッチダウン。
翔英トライ、インターセプトリターンタッチダウンで6点追加となっています。見事このチャンスものにしましたのは翔英ブザーズ40番のムクキ、近畿大学出身のプレイヤーです。そしてこのトライフォーポイントも決まりまして1点追加、翔英ブザーズ27点、トライサーズ0点となりました。攻守におきまして翔英が現在試合を押し込んでいく形で主導権取っていっております。この配信は X2 ウエスト、 X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの方々のご期待に応えられるよう私も全力を務めさせていただきたいと思います。得点を重ねております翔英ブレザーズのキックオフで試合再開となります。このキックは翔英が抑えました。キックオフのボールはフリーボールです。キックオフ地点から10ヤードを超えればどちらが抑えても攻撃権を得れます。トライサーズこの判断誤りでしてボールをスルーしました。結果的に翔英が最初に抑えたので翔英が攻撃権を得ます。翔英相手陣10ヤード付近からの攻撃となりました。パントの際にはボールの所有権はキック側にはありません。しかしキックオフはどちらが持ってもいいというルールになっています。オンサイドキックがこれの最たる例です。この非常に長い距離のオンサイドが決まったとご理解いただければ幸いです。さあ翔英相手陣10ヤードからファーストアンド2ゴール、さあここでクォーターバックにランニングバックの32番が入っておりました。ワイルドキャットフォーメーションです。クォーターバックの位置にバックスレシーバーを入れることによってランに特化したプレーでした。これに応えまして32番、スナップを受けてそのまま左オフタックルを突破試み、約1ヤードから2ヤードのゲインとしています。クォーターバックに入っておりましたランニングバックは32番の野田でした。近畿大学出身。翔英ブザーズセカンドダウン10。今度はクォーターバックに6番の選手が入っていた模様です。右にフェイクをして左に展開しまして、約4ヤードのゲインとしています。ここで第1クォーター終了です。第1クォーター終わりまして翔英ブザーズ27点、トライサーズ0点、翔英が着実に得点重ね主導権を握る形になっております。